消火器について説明します。消火器は火災が発生して間もない時に使います。天井に火が届くような大きな火災となった場合、消火器で火を消すことはできません。この場合、大きな声で周りに火災を知らせ、すぐに安全な場所に避難してください。消火器の性能について説明します。消火器にはどのような火災に対応しているかマークで表されています。紙や木などが燃える普通火災は白いマーク、灯油などの油が燃える火災は黄色いマーク、電気コードやコンセントなどから出火する電気火災は青いマークで表されています。火事だ火事だ。消火器を持ってきます。ピンを抜きます。ノズルを向けます。レバーを握ります。忘れずに119番通報もしてください。以上が消火器の説明でした。消火器はとても使い方が簡単で、とても優れた消火能力を持っています。ぜひ使い方をマスターしましょう。